CM の後はあるあるウェルカムンチュです。さあ続いてはあるあるウェルカムンチュのコーナーです。外国人観光客を親切に迎えるコツ、僕らと一緒に学んでいきましょう。せーの、ウェルカム。年々増える外国人観光客について学んでウェルカムンチュになろう。ミニドラマあるあるウェルカムンチュ。海外から沖縄を訪れるお客様、年々増えています。僕の働く観光案内所も多くの外国人観光客に利用してもらってます。はい、気をつけていってらっしゃいませ。よし、これで最後かな。じゃあ僕先上がります。観光案内所からの帰り道、通りの方々とユンタクして情報収集するのが僕の日課です。こんにちは。なんかずっといいですか。はい、最近どうですか、ケーキは。お客さん増えてます。増えてますね。本当ですか。あの、外国人のお客さんってどんなんですか。増えてます。増えてます。台湾、香港、はい、韓国、やっぱアジア圏が多いんですね。アジア圏が多いですね、はい。皆さん、うん、これ飲まれるんですか。ゴーヤジュース。飲みます。日本人より飲みます。苦味が強いほど外国人は大好きです。はあ、最近あの外国人のお客さんって増えました。増えましたね。このお肉人気なんですけど、めっちゃ人気ですね。まあ、いろんな国の方がいらっしゃると思うんですけど、アジアとか欧米とかヨーロッパとか、はい、どの地域の方が多いですか。やっぱりアジアの方が一番多いですね。もうやっぱり数の中では一番が中国と台湾。あ、アジアだ、うん。人気のメニューとかってあるんですか。うん、やっぱりね、あの刺身とか生食がもう中国の人もう最近よく食べますから、やっぱりまず牡蠣もそうだし、はい、刺身が多いですね。あ、そっか、やっぱり沖縄に来るのは中国語圏からのお客様が多いのか。そうね、アジアからが多いみたいね。どこの国が一番多いのかな。沖縄を訪れる外国人観光客はすごい勢いで増えているわ。沖縄は日本のリゾート地として世界から認知されているのよ。ちなみに沖縄を訪れる外国人観光客で最も多いのは台湾。直行便がある地域からのお客様が多いみたいね。今日も勉強になったな。よし、そうなんですよ。海外の方もね、ああいう市場とかもちゃんと楽しんでくれてるんですよ。さあ沖縄本のホームページでは、ウェルカムンチュクイズを掲載しています。毎月5名様にプレゼントが当たります。詳しくは沖縄本のホームページご覧ください。次回もお楽しみに。